こちら用心棒なんですが、コストパフォーマンス抜群、ボリューム満点、そしてなんといってもそのスタイルは大学の多いこういうエリアにたくさんあるラーメンのスタイルなんです。では早速行ってみましょう。花入れてラーメン代830円、ラーメン代お願いします。美味しそうな麺もいただきます。これはもう本当にどこにもない独特な食感で、まるでパスタのアルデンテのような噛み応えのラーメンなんですね。もちもちというよりかはちょっと固め、でもよく噛むことによって小麦の風味が口の中にふわっと広がるんです。作っているところも浅草開花楼という東京では結構古い方の老舗製麺所の特注麺なんです。なので他では味わえない美味しい麺が食べることができます。この美味しそうなスープの材料は豚骨がベースなのですが、醤油も結構効いていて、豚骨のまろやかさというよりは醤油のキレを味わえるスープだと思います。そして先ほど乗せたこの油ですね、雪みたいに綺麗な油がどん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 溶け出すことによって深みとまろやかさがこうどんどん広がるようなスープなんです。次はこのトッピングです。見てください、この分厚いチャーシュー、美味しそう。とろける。もうね、お箸いらないです。舌でほどけるように繊維がこうふわふわふわっととろけます。そしてニンニクを入れたり、生姜を入れたり、辛いペーストを入れたりして自分のオリジナルラーメンを楽しめるのが楽しいポイントです。こちらは銀座にあるある高級食材を使ったラーメンが食べられるお店なんです。その高級食材とは何でしょう。では早速行ってみたいと思います。こんにちは。こんにちは。お久しぶりです。香港の読者さんに向けてラーメンに使われている高級食材を教えてくれませんか。下関っていうのは、日本でもフグの名産地で、トラフグだけじゃなくて何種類ものフグがいるんですよね。でうちでは3種類のトラフグを含めた3種類のフグを使ってます。フグはとっても上品な味だと思うんですが、それをどうラーメンにアレンジして合わせていったのか工夫を教えてもらえないでしょうか。トラフグっていうのはすごく上品だ、もちろん味もすごく、濃いのが出るんですけど、それ以外にうちはサバフグとマグフグとこの3種類使ってるんですけど、なんだろう、和食でいうカツオ節がトラフグだとすると、煮干しみたいな位置づけのところにやっぱサバフグとか、でそのまたサンマ節とか上マフグとかがいたりして、それを合わせることによってフグだけのこの深みを出していきながら、あともちろん隠し味でラーメンってやっぱり少し油がね、オイルが必要なんで、そこにちょっとトリュフの香りを入れたりとかはやってますね。じゃあ今次から、はい、お願いします。では早速いただきます。でも食べる前にすごい柚子の香りがふわっと香って、本当にすごい和を感じる一杯です。おいしい。スープは確かにすごくあっさりとしているんですが、たくさんのフグがいろいろ使われているということでかなり深みがあります。それから麺、やはりいろいろこだわっていて、なんといってもチャーシューではなく、こちらこのフグの切り身がドンと2枚も入っている、すごい贅沢ですよね。この切り身がしっかりと昆布で締めてあって味付けされているので、もうこれだけでも本当に一品料理が完成されてしまうぐらいの美味しさです。
ここ最近日本のラーメンは激辛というのも一つのブームになっているんですが、山口さんのラーメンは麻婆という新しいスタイルで激辛ラーメンを提供しているお店です。あの汁なしラーメンというのも一つのキーワードなので、そこに汁なしラーメンが加わることによってさらに味わい豊かに仕上げてくれています。で麺が美味しいので、やっぱりそれも汁なしっていうのが大きなポイントになっていると思います。もともと麻婆豆腐が大好きで、それを麺として、麺料理として完成させて作り上げました。日本では僕が元祖だと思ってます。混ぜそばのレシピとしては、10年ぐらい前に名古屋の方で発祥して、5年ぐらい前かな、東京の方に入り出したんですけども、その流れを組んで、うちが2年前に麻婆混ぜそばを始めました。麻婆混ぜそばの命が麻婆ソースです。これは毎日朝9時ぐらいから作り出してまして、豆板醤やら唐辛子、スパイス、その他いろいろ混ぜて2時間ぐらいかけて作ってます。混ぜそばとして混ぜて食べるように麺の長さを短くしたり、食べ応えを出すために麺を太くしたり、あの特注のオーダーメイド麺を使っております。気に入ってるポイントはこの素敵な壁紙と、このエリアがラーメン横丁といって日本の美味しいラーメン屋さんが集まったエリアなんです。どこに入っても素敵なメニューが食べられるのでとっても気に入っています。スタッフの人は浴衣を着ているんです。なかなかラーメン店で浴衣を着たスタッフがいるお店っていうのはないですよね。本当に和を感じられて素敵です。定番の中華そばがすごく美味しいんですが、なんと国産小麦を 100% 使っているんです。これなかなか 100% 使ってるお店はあんまりないです。それから信州のこだわりのブランドのお醤油を使っていたり、有名店の焼肉店がプロデュースしたチャーシューを使っていたり、こだわりがたくさん詰まった一杯なんです。7種類の魚とハマグリとアサリのスープと、コラーゲンたっぷりの豚骨と鶏ガラを使用したスープをブレンドしております。予約の取れない焼肉屋さん六花界のオリジナルのアグー豚のベーコンと、あとは真空調理をした豚のもも肉、柔らかいチャーシューが乗っております。華やかな壁画に負けないように、女性の美しさ、日本の美を伝えるために浴衣を着ております。ラーメンデュエ江戸ジャパンです。見てください、ラーメン店に見えないですよね。でも実はここイタリアンとラーメンの融合した素晴らしい味が楽しめるんです。では早速行ってみましょう。店内とってもおしゃれですよね。気になると思うんですけど、この木は宮大工といって、日本の神社とかお寺とかを作る大工さんが足場に使っていた木を使っているそうなんです。ラーメンデュエ江戸ジャパンという江戸にちなんで、そういった江戸らしさも演出しているということなんです。本当に机の上に何もないですよね。でお箸はどこにあるのかというと、なんとこの中に隠れてるんです。お箸だったりレンゲだったり、こうティッシュだったり入っているんですが、ここに胡椒も入っています。ありがとうございます。
これがイタリアンと和が絶妙にマッチしたスペシャルなラーメンなんです。まずはスープから。見てください、この黄金に輝くツヤツヤのスープ。鶏の旨味と、あと角がないまろやかな塩の味を感じます。とろとろのチーズの部分をちょっとつけて食べてみてください。麺とかスープの味もすごくしっかりしてるんですが、このチーズを溶かすことによってさらにまろやかで深みが増します。ゴルゴンゾーラとか癖の強いチーズをあえて入れるところがポイントだそうです。すごく最初大変だったんですけど、食べたまず、まあ、食べるまでのアプローチを考えて、まあ、食べてもらった方が、まあ、美味しい美味しいっていうふうに、まあ、口コミでどんどん SNS とか、まあ、インスタグラムで、まあ、広まっていったっていう、まあ、そういうのが原因ですね、はい。それからこちらチャーシューじゃなくて生ハムなんですよ。生ハムをこう麺に巻いて、生ハムの塩っぽさが絶妙にスープにマッチしています。東京では変わったラーメン屋さんがたくさんあるんですが、その中でも特に面白いお店がナギというお店です。とても狭いエリアにあって、狭い階段を登っていくとまるで秘密基地のようなお店があります。そこでは煮干しをたっぷり使ったちょっと苦味があるけれど濃厚で美味しいラーメンが食べれます。場所はそうですね、新宿のゴールデン街にあります。すごい古い建物でとにかく狭い、もう客席も狭いしキッチンも狭いし非常にやりづらいお店となっております。煮干しラーメンはですね、そうですね、煮干しを1杯につき 70g で使ってます。種類は20種類、まあ、ここまで量も多く種類も多い煮干しラーメンは多分もう日本探してもここしかないと思っております。煮干しラーメン20種類使ってますけど、まあ、主に、代表的な5種類、イワシ、カタクチイワシ、ウルメイワシ、アジ、アゴ、この辺が代表的な5種類になります。また煮干しを使っている理由ですが、生魚を使うよりかは煮干しの方が、まず旨味が多い、あとは濃厚な出汁が取れる、その辺で、煮干しを使っております。煮干しラーメンのスープの作り方ですが、水に煮干しを入れます。そこから火をつけて一沸かしさせますね。一沸かしさせてから弱火にして、そこから12時間じっくり煮込んで完成となります。ラーメンですが、うちは自家製麺で使ってます。自家製麺をですね、店舗の方で手もみをして出しております。手もみをする理由ですが、まあ、食感を楽しんでもらうため、あと一旦麺、2種類の麺を使っております。一旦麺の方も、食感と、あとはお客様に楽しんでもらう、そういった理由で2種類の麺を使っております。ラーメンは中国から伝わってきたもので、ミツェンの元の創設者も中国から来た方なんですけども、でも中国式でもない、日本のらしいラーメンでもない、ミツェン独自の進化を遂げたラーメンというのを味が気に入っています。またミツェンは名古屋から来たラーメンなんですが、名古屋というのは日本の食文化が生まれる重要な位置というのを示しています。そしてミツェンの味はですね、かなり強いガーリックが効いているんですが、それを食べるととてもリフレッシュできるので、私は疲れている時にぜひおすすめしたいです。こちらミツェンは、台湾人の社長が経営されています。名古屋ではとても大きく有名なお店となっております。もう40年以上も続
続いているお店です。そちらで出されていたラーメンがとても評判よく、まかないで出されていたラーメンがとても評判よく、グランドメニューとなりました。名古屋の人とは辛いラーメンとは台湾ラーメンと皆さん呼んでいます。今東京ではカレーものブームが巻き起こっています。だからこそ今が一番のチャンスだと思って名古屋から進出してきました。一般的なラーメン屋さんの中では私たち店が辛さがナンバーワンだと思っています。当店のスープは鶏と豚を1日かかって煮出したスープになっております。ミンチはたくさんのミンチと唐辛子、ニンニクを山盛り使っております。その中にトッピングとしてニラとネギを入れております。味はただ辛いだけではなく、旨味をグッと引き出す形の味となっております。そして使われている麺は当店自慢の特注麺となっております。伸びにくく辛さをとうまく絡む麺となっております。ぜひ皆さんお召し上がりください。麺屋小野です。私は普段あんまりつけ麺を食べないんですが、ここの麺が本当に美味しくてよく来ちゃいます。あとですね、スープの濃厚さにも注目してもらいたいです。それでは行ってきます。こちらが特製つけ麺なんですが、見てください、見ただけでも分かるような濃厚さ。魚介と豚骨を合わせていて、なんと豚骨スープは2日間煮込んでいるそうなんです。このお店は日本のこういった濃厚つけ麺が流行るその初期の段階からこういった濃厚スープを提供しているお店です。またこのすごくツヤツヤ美しい麺、こちらのつけ麺の麺はこの近くの製麺の工場、専用の工場で作っていて、毎日粉を引き立て、そして打ち立てでフレッシュな麺を味わえるように直送しています。これまずは麺だけで食べてみてほしいです。スーの食べ方は麺が美味しいので、まずはつけ麺はつけずに麺だけ食べます。もうすごい弾力です。歯を弾き返すようなプリッとした弾力は自家製麺ならではですね。そしたら麺を濃厚な漬け汁につけます。たっぷりと。多くのお店は麺だけ美味しいけどスープが残念、スープがすごく美味しいけど麺が残念、そういったことがつけ麺のお店だと多かったんですが、こちらのお店はすごく高い次元でそれが合わさっているので、ついついリピートしてしまいます。こちらのお店は月替わりの創作つけ麺を出しています。今まで作った数はなんと500種類、すごい多いんですよね。今月の創作つけ麺はサンマのつけ麺です。食べ終わった後につけ麺のスープを飲むためにスープ割りを頼みます。なぜかというと、スープつけ麺のスープはそのまま飲むにはちょっと濃くてしょっぱいため、この魚介の鰹節などで取った出汁で割ってもらって、サラサラとしたスープにしてもらいます。これを最後に飲んで締めるのがこのつけ麺の食べ方です。ラーメン店は一般的に男性受けがいいお店が多いと思われていますが、こちらのお店は女性受けがとってもいいんです。その名も空の色豚骨&きのこ。それでは早速行ってみましょう。女性に人
きのラーメンというのは一般的にはあっさりしていればいいと思われがちなんですが、それだとラーメン好きの女性にとってはちょっと物足りないんです。なのでこちらは豚骨ラーメンにスパイスを入れて深みを出したりだとか、あと、ベジタブルラーメンの方はマッシュルームベースで野菜をたっぷり使うことによってコクを出したりとかして食べ応えのあるラーメンを実現しているので、そしてだから女性に人気のラーメンなんです。ベジそばというだけあってふんだんにベジタブルが使われているんですけども、このスープはなんとキノコのペーストと豆乳を混ぜてコクとクリーミーさを出しているんです。この麺、茶色いのが見て取れると思うんですが、なんと椎茸のパウダーが入っているんです。そしてさっきの麺とはちょっと違って平打ちでもちもちした食感が楽しめます。とってもカラフルなトッピングがポイントなんですが、例えばこれはチーズをちょっとカラッと揚げているというか焼いたもので、あとはもうさらにヘルシーさを追求するために鶏のチャーシューが使われていたりします。それからマッシュルームだったりカラーピーマンだったりトマトだったり、もう彩りが豊かなこう野菜がたっぷり入っています。それからこのちょっと黒っぽいのはなんとキノコの香りをつけたオイルなんです。もうとことんキノコ尽くしの一杯ですよね。ラーメン大使です。数日間いろんなラーメンを食べてきましたが、日本人がラーメンと聞いて真っ先に想像する、そんなスタンダードのビジュアルのラーメンが食べられます。でも味はとっても美味しいんです。では早速行ってみます。チャーシューのタンメンです。ありがとうございます。こんなに透明度が高いスープなんですが、口の中に入れた瞬間素材の旨味がふわっと濃厚に広がるんです。この透明度を出すには結構大変で、一回強火でこうグツグツと旨味を出した後にひき肉を、鶏のひき肉を入れることによってその雑味だったり上に浮いているその油だったりを吸い取る、そうすることによって手間はかかるんですが、この透明感のあるスープが生み出せるというわけなんです。こってりしたラーメン店とかその当時多く、あっさりしたラーメンが食べたいので子供の頃から好きだった味を再現しようと思ってこういった店を開きました。キャッチーな味ではなかったので認知されるまでに3年間苦労して時間がかかりましたけれども、今はこういった味が好きな年配の方を中心にお店も賑わってやっております。このワンタンすごい大きいですよね。もちろん香港にもワンタンはいっぱいあると思うんですけども、こちらは日本独自の進化というかこちらのお店の進化を遂げていて、もっちもちの皮に見てください、こんぐらいの肉団子のようなしっかりと和風に味付けされたお肉がたっぷり入っているんです。もうこれ肉汁がはじけてすごく美味しいんです。では早速いただきます。